天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。かけるグランプリのにぎわいをよそに楽屋1かっこ女性楽屋にこもっています、天才ピアニストの竹内です。感じ悪いよね、マスミです。交流も何もせずね、感じが悪い。こうやってラジオを撮ってみんなね、かけるグランプリとかね、この大勢が出るイベントの時ってね、大楽屋がね、人間と人間で引き締め合ってんのよ。引き締め合ってんやんな。グッと引き締まってたけど、あのね、引き締め合ってんの。あれ強行突破、強行突破かいな、あなたは。本当に突破なんだけど、突破やね。そんな中我々ね、女性を、の刀を振り回して、刀を振り回して着替えてるんですと言わんばかり にずっと着替えてる。そう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 、髪を取ったこともありました。マスミです。そうそう。さあ今日はお便りいただいておりますのでご紹介しましょう。はい、ね、マスミちゃんガチ恋ゾンビさんがからでございます。ゾビがあなたにガチ恋ね。NGK 単独来ていただいたということでありがとうございます。人生初の大きな悩みにぶち当たっています。職場の30代後半の男性社員が、2、3日に一度のペースで、コンビニや百貨店で買ったスイーツを私にだけ渡してくるという状態が、3、4ヶ月続いています。私以外に若い女性社員は数名おり、リクエストしたこともお返ししたこともないです。その同僚に全く興味がなく、本当にいらないです。思わせぶりな対応言動したことないです、はい、ダイエットをしているので本当にも大丈夫ですと何度か伝えてみましたが、たまにはいいじゃないですかと返されます、実際に少し太ってきました。仕事で関わるのが多い、ゾビが実際少し太ってきました、ね、仕事で関わるのが多いのと、その同僚が社交的ではなくプライドが高めなので、いらないと言った後のことを考えると気まずいです。マスミちゃん、竹内さん、助けてくださいということなんです。まあこれはいわゆるガチ恋ゾンビですよね。向こうが、向こうが30代男性がゾビにガチ恋ゾンビですね、はい、ガチ恋ゾンビじゃないですか、それでガチ恋ゾンビ女性よなだと思うんですけどね、この文脈だと、まあ、女性社員っておっしゃってるんでね。そう、2、3日に1回はいスイーツを、しかも結構百貨店とかコンビニで買うてるから、わざわざ買うてきてんだよな。確かに、自分のために買うて1個いるとか、じゃなく、お土産でとかじゃないもんね。それが3、4ヶ月、結構続いてる、バリストレスやな、それ結構きついよな。で、断ってんねんもな。断ってんねん、もう結構です、あ、ダイエットしてるんでって、ちょっとヤバめの人やな、結構、見えてないし、断ることによって、なんか強烈な力がかかりそうやな、ストーキーな男性じゃない、ちょっとストーキングね、ストーキングな男性な気すんねん、ちょっと重いやん、だいぶやってること、重みがある、金をかけて貢いで推しに、ってことでしょ、やりすぎてるやん、で断ってんの。そう、ほんまのこと言ったらね、いやもうしっかり断ってください、ね、もう確かに重いブラシ、え、重いブラシじゃないよ、なんていうの、思わせぶりか、思わせブラシ、ブラシの話してるやんか、思わせブラシやったっけ。思わせぶりね。はあ、怖、思わせブラシなことを、してないとは多分、ね、してないんやて、そんなしてないって、してないか、してないと思う、そんなルン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 で、してない、それできる人は、いなせるもん、これと思うね。はいはいはい、うまいこと、 ありがとうございますとか言って、そう、彼女にあげるとか、もっとこう冷酷なことできるのよ、この人は。そんな、その何々さんとかやってない、絶対、ありがとうございます、でも本当にいらないんですよ、ダイエットしてますし、まあでもありがとうございますって、受け取るしかないわな、まあ、それはしゃあないな、だからそのプライド高めの同僚の方なんで、ピャンってやった後、うれーってなる可能性があるっていう、大爆発の可能性があるっていうね。これはいいね、これどうしたらいいんやろ、これさ、ちょっと勇気を出してさ、はいはい、だってそれもらい続けてるので、はい、別にもうええやん、もらい続けといたらっていうのもありやと思う、はい、はいはいはい、一個選択肢として、はいはい、でもそれがストレスになってるんでしょ、めっちゃストレスやし、それを受け取ったことによって好意があるっていう感じになって、もうてんやったらもういっちゃ最悪やしね、好きじゃないのに、一旦さ、そっちもストレスなんやったら、いただいて次ね、もしまた持ってきはったら、このスイーツっていうのはなんでくれてはるんですかって、もう答えを出さす、向こうに出元を聞く、どういったお気持ちで、いつもほんまありがとうございますみたいな、これって買ってきてくださってるんですよねみたいな、
なんで買ってきてくださってるんですかっていう、もう聞いてまう、答えを出さす、向こうに。あなたが死んだ母親に似てるからです。ガーン、テレル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 みたいな方もある、ね、お仏壇拝ませてください。生きるお仏壇みたいな感じかもしれんや、もしかして。ちょっともう、あーなるほどね、もう追い詰める、はい、逆にこのゾンビを。そう、はい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 。向こうもその距離感がなかなか縮まらへん、うん、縮めたいからやってると思うねんけど、ほんでそういうやつに限ってな、うん、いらん名言見てな、うん、あのおせおせみたいな名言を見てな、よしまだ足りてないだけだ頑張りがって思っとんねん。マニュアルを見とる。すな、そんなこと。インスタグラムで女性が恋する特徴第5選みたいな。すなあれ、全部薄い。すなあれ、ほんま。第1位はコメント欄を見てねえやないの。ないねえ、ほんまに。ハートをタップしてクローバーを完成させてねえちゃうねん、ほんま。すな、すな、すな。すな、そんなこと。だからちょっとどうですか、そうやって一回もう。もう突き詰める。思いを確認してみる。はい、で、いや、まあ、あなたが好きだからですとか、とかお近づきになりたくて、うん、とか言ったらもう正式にお断りできるやんか、はいはい、それはさ断っていいやん。今スイーツくれてるだけやから、うんうん、なんかその断言して、はい、好きとも言われてないのに、うん、パンって断るのはしにくいと思うねん。確かにスイーツ自体を断ってるっていうだけやから、事象やったらなんかうまく伝わってないもんね。そうそうそう、だからその根拠、うん、くれる理由をしっかり問い詰めてみて、うん、でまあ好きなんですとか、まあ、それなりなんか理由言ってくれた、それに対してこうこうこういう理由でその気持ちは受け取れませんっていう。はい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 。まあ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 、いやいや食べてください、食べてほしいんですよ僕あなたに、ぐらいの感じで来れたとする。甘いものがね嫌いなんですよ。あ、言った。あ、わかりました。じゃあ明日塩昆布を買ってまいりますねっていう可能性あるから。ちょっとね、あの糖尿病を患っておりまして。あ、追い込めにくい感じでな、はい、あ向こうが、うん、追いかけにくい感じで、ちょっとお医者さんからちょっと言われてて、うんうんうん、カロリー高いもんとか甘いもの止められてまして、うん、なるほどなるほど、すいません、お受け取りできないです。じゃあ明日から茎わかめを買ってきますね。ヘルシーで塩辛いのでね、よかったらどうぞ。ちょっとね飲食を禁止されてるんです。嘘ついてるやん、もうガリンガリンにならんと、こっちも絶飲絶食でやらせてもててバリー。そうやな、ガチ恋ゾンビさんは彼氏とかはいらっしゃらないのかな。どうなんでしょうね。で逆にそのいらっしゃるならばそれを盾にするというか、うん、ちょっと大きめの声で、はい、同僚さんとかにご協力いただいて、うん、え、めっちゃかっこいいやとか言って、そのもう無理だ、うん、結婚考えてんねとか言って、うん、なんとかして聞かすって、はいはいはい、で、あースイーツ意味ないな、人間エコーでね、そうそう、人間エコーを聞かしていくしかないんじゃないかな、人間エコーね。はい、どういうことですか、人間エコー。ビッグエコーみたいな。マスミちゃん。はい。そんな家にされたらこっちも困るわ。あ、なるほどね。これはめっちゃストレス。私今想像したんですけど、めちゃくちゃストレスやわ。うん。好きじゃない男性が3日に1回スイーツ買ってきて。私はだからほんま脳天気というか、その辺グッと受け止めへん派やから、うんうんうん、ありがとうありがとうとか、ありがとうございますって言って誰かにパッとあげろもん。うん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 、でも多分そういうしょうもないことできへんと思うから、そうやな、まあ、同僚が食べてるとこ見られたりとかしたらどうしようとかも思っちゃう。本来全然ね、その人の気持ちを踏みにじってるから、そんな行動はね、うんうんうん、全然良くないけど、じゃあサイコパスやもんね別に。そう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 、そのまんぽいとかもできるし、怖い、なんか入れられたらどうしようとか思うね、めっちゃ。ああまあね、その行為が行き過ぎてね、その警戒心私めっちゃあるの、うんうんうん、なんか入ってたらどうしよう、うんうんうん、渡す前に触られてたらどうしようとか、なるほどね、っていうのがちょっと怖いなと思ってる人に対してはそういうのめっちゃ思うから、うん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 、全然捨てれる。なるほど。悪いけど。だから、そうですね。でも、っていうことは受け取ってるっていうことやから、うん、向こうもね、もしかしたらあるんじゃない？この先って。思っちゃうから、もう、とりあえず。としても、アプローチの仕方、めずすぎるけどな、うん。どういうやり口それ。3日に1回スイーツ買っていくって。スイーツ好きとか言ったんかな、ガチ恋ゾンビさんが。まず女性はスイーツが好きだって、固定概念がちょっとだけ甘いわ。スイーツだけに、いやっよっ、感謝やね、うん、何が、じゃあお母さんの声聞いて落ち着かせたすごいですねこれ、うん、こんなん聞いたことないわ、すごいわ。バレンタインとかに一発渡されただけでも、うん、あっってなるやん、うん、例えばバレンタインにあげてない人からホワイトデーに一発渡されただけでもあっってなる、なるなる。それをさ3日に1回やってきて、うん、なあ、好きですって言ってるのと一緒やもんな、言った方が早いのに。ゆいもそんなちび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 おかしこってんと、
誰に言ってんの今それ。すごいな、それどういう心境なんやろ。でプライド高いっていうのはこう仕事できたりする方なんでしょうか、うん、とか、まあ、俺はモテるとか俺を断るはずがないとかいうプライドなんでしょうかね。なんかまあいじられキャラじゃないんやろな、少なくとも。はい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 、はい、うん、なるほどね。なんかそうやって「いやお前何してんねん」とか、うんうんうん「あの子にいつも渡してんな」って周りでワイワイ言う人もいてないんや。はい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 、なるほどなるほどね、うん、あそうな、もう好きなんじゃーんっていう感じもならんっていう、もうパーッとスーッと来て「はい、お疲れ様です、これよかったらじゃあまた」みたいな、うん、いやイラ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 イなんて結構コンパクトにキュッと来てるんやから、ね、はいはい、だから「あの結構ですあ断りにくい、なんかあーこれしんど。マスミさんはちなみにそのスイーツっていうパターンじゃなくても、うん、このあーグイグイ来とんなっていうのをこういなしてたっていう経験は終わりなんですか。いなした経験というほどのことはないですけど、はい、アプローチがあって、ああちょっと好きじゃないなって、あ、うん、正式にアプローチがあってちゃんと断りました。告白ってことですか。うんうん、告白されたけど全然タイプじゃないし、うん、全然何にもいいなとも思ってなかったんで、いやちょっと今すぐはちょっと付き合えないですって、でも、うんうんうん、そのお食事した時は楽しかったから、うん、その生理的に無理とかじゃなかったから、そのあごめんなさいって言って付き合うことはできないですって言って、で向こうがもうすぐに、うんうん、じゃあまた遊びに行ったりご飯また行ってくれますかみたいな、また時間が合えばみたいな感じで返しました、うん、で、すぐにほんまに1週間以内にいついつご飯しましょう、いやーとつよー、もう付き合われへん女性と何も遊びたいことがあんねんそれ。あそう、うん、でそれでマジで5回ぐらい行ったご飯でもずっと無理やったんですよ。いや付き合った最初、付き合ったんかい最終ね。うわーそれナイス、こんなこと言うからなゾンビが発生すんねん。最初の3回ぐらいは頑張ったらいけるねとか言って全然無理無理で毎回告白してくる最終。そんなんはレアケースやからな。おやすみ、おやすみ。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？